パもきっとね自分の時間を犠牲にして頑張ってくれただろうからめちゃめちゃ感謝ありがとうございました。すごいね、嬉しい、人百科ぶりだね。もう本当にそれもね大事な大事な目的だったんだけど、でも最近ね新しく私を好きになってくれた人はなんだろう、なんか戦う系の一緒になんかやる系のこと最近そうできてないなと思ったから、それもねこう思い出としてみんなと、もちろんその昔から応援してくれた人もいるけど、最近なんかこの 1,2 年で好きになってくれた人とこうなんかおもろかったねって言えるようなそういうのを作りたいなと思ってたから、そう、それも達成できてとてもグッと。いやー、良き思い出となりました。得られたものがとても大きいです。ありがとう。ドキドキ楽しかったね、ほんとセンキューだよ、ほんとありがとうございました。そして今日は、今帰ってきたところなんですけれども、今日ね波動やってました。 AKB では私初めてだった。あのホリプロの波動のやつもやったんだけど、その時はミオさんとハルキャンさんがね優勝してたんだよな。あれも面白かった。まあ、なんなら私その前にもマリアと踊りと一緒にそうちょっと別ルートで3人でそう波動をね体験しに行ったことも何度かあって、そうそうみんなすっごいさそうたくさんこうエナジーを注いでくれてめっちゃチートになっちゃった私。いやほんとあれ意外と頭脳戦なんだなと思った。私もうめちゃめちゃね最後の試合とかね私ねみんながねバーンってあげてくれてもうね無敵でしょっていう、もうマリオでいうあのスターのようなスーパーマリオ状態になってましたけれど、もうなんかかけたよね、もう一発当てることにも私のね最後のスキルはねみんながみんなじゃないこの4つ揃ってるやつを一気にこう真ん中バンって当ててキルすること、キルっていう方このあれにはちょっとゲーム違いですけどキルしたら10点取れるぜみたいなやつ、うん、前に出すぎてこう当てられてももうその一発逆転でみたいなギャンブルのような感じ。これは波動お疲れお城ですか。あーラリザくんありがとう、お城立ててくれたありがとうねラリザくん、面白かった。チーム A ではあってねコミさんが強いらしいよ。翌日は筋肉痛らしい。いやもう私は絶対筋肉痛にならない、なぜなら手を握っていないから。じゃあもうねふっこのスタイルだから。いやでもさすがに今日はねなるちゃんの攻撃とか他のチームの子が結構狙ってくるからこう上下にこう避けたりとかちょいちょいやったけど、え私が筋肉痛にならない自信があるな。って言って明日とか明後日に来たらちょっと笑ってやってください。私今ならない自信があります。コミさんは頭脳、いや本当に頭脳戦だと思う、センスだよね。ほんと千代さん面白かったな。さあ見たことあるかなみんな波動あれ、結構こうボールをね最後のスキルのとかはボールを回収しに行くんだけど、でも最後本当に回収しきれなかった、
絶対チーム A のところに座ってる私のファンの人は絶対私にこう絶対入れてくれるだろうなってすごい信じてたから、後回しにしておいたの、絶対くれるっていう安心感がね、信頼があったから。そうだから他のチームに紛れてる自分のファンのところをまず回収してから行くぜって思ったら、もう最後本当に時間なくて間に合わなくて、私たちがこうやってちょうだいちょうだいってに行くのに、最後若干ファンの人がもうちょっと席ちょっと腰浮いてたよね、みんなうんべべってみんな私の網に入れようとしてくれて、それがねもうラブだったね。いやーもう全部楽しかった、全部面白かったね、たまり状態になって、でもそれでも全部回収しきれなかったね、ずっとさも待ち続けて出てたのかなと思ったりしたんだけど、ね、普段はあんぐらい行くのかな、でも分かんないか、みんなそんな見てないかな、390とかあんな行くの、行くものなのあれってね。キジもめっちゃさ、めっちゃあれ買ってたよね。ちょっと私がまだ慣れてなさすぎてそのうまく使いこなせなかったんだけど、あ行かない、そうだったんだ。いやーほんとみんなラブだね、見てよすぐもう自然とこうできちゃうんだから、もう私たくさんのハートポーズ大好き女になっちゃった。リンナル強すぎた、いやでもやっぱナルちゃんね、回数出てるだけってやっぱり戦い方を知ってますね。いいな、私も申し子になりたい、早く私も次出たい、おもろいめちゃ楽しかったん、髪型いい感じ、あーね、あ実はそう今日もう公式のツイッターが来たから、あいいやと思ったんだけど、今日の、まあ、なんとなくみんな気づいてたと思うけど、今日ビジュアル撮影だったんですよ、あの次のあの私は怪獣の、そう、まあ、衣装とかはまだね見えないけれど、だからね、あメイクはいっちゃう、メイクはみんなにネタバレしちゃう、だから今日ビジュアルの撮影からねメイク何も変えてないの、若干紫のが残ってるけど、紫担当であるということは変わらないのかなそうで、ちょっと髪があのストレートにはもうできなかったから、撮影的にそのビジュアル撮影的に下ろしかなとか思ったりしたんだけど、もうまとめないと収集つかない髪型になっちゃってたので、だからポニーテールにしてて、ああれ被るから無理だってなってサイドポニーになった。パープル担当です、私は怪獣のしかもそこであの鹿さんとか、そこ今その撮影の時にいた皆さんが昨日お誕生日っていうことであのお祝いをしてくださって、それも嬉しかったですね。ちなみに昨日もねそうお祝いしてもらったんだけど、ちょっと写真見せる、見えるかな、ちょっと見えない、どうかな、っていうのが見える、こうしたら、あ、これなら見えそうだね。 あとちなみにこれはウザ、ウザの小島さんのお衣装を着させてもらって、トゥルルルルルって言ってみます、トゥルルルルルルル、いっぱいびっくりたんがいっぱい撮ってくれた、トゥルルルル、まだある、続く、すっごい練習してくれたんだよね、まだあるんだけどみたいなね、はいね、最後すごい顔してるね。で今日もお祝いしてもらえて幸せでした今日のやつもすっごい素敵だった、早くビジュアル解禁されてほしいです。もうね、服部ポンもめっちゃ似合ってるし、あ、らしいな、らしいなって言ったらちょ
語弊あるかもしれないけど、めっちゃ似合ってた雰囲気とかが。あやねが可愛いの、早く見てもらいたい。あ、ハチマキ可愛かった、今日のやつ。ハチマキ自分でやったの、あれ本当にあやねが可愛いの。もうみんな私と同じ感情になると思う。なーってなると思う。誰よりもネオンキッズだと思う、本当に。一番ネオンキッズだったあやねが。ビジュアル公開はなんか近いらしいですよ。楽しみ。そうなんです。だからメイクはもう、でも元々前のやつはもう本当にファンタジーっぽい感じ、メイクとかみんな、それもコンセプトのうちにちょっと入ってたのかな。だからもうギランギランみたいな、お目目もすっごいカラー使ったり、ラメもギラッギラつけてたけど、今回はもうより、今日なんかその舞台の実際にこうなりますよみたいな本番の模型みたいなのも置いてあって、でここに何があってみたいなやつも今日見させてもらったんだけど、そうで丸尾さんいらっしゃったから、演出家ので、今回はこんな感じにしようと思ってるみたいなお話も聞かせてもらって、今回もよりこうリアルに、リアルな世界観にもっと近づけたいみたいな感じだったので、私はとってもナチュラルなメイクです。これで撮ってきました今日。あとケーキこうやってて、皆さんお祝いしてくれて写真も撮ってもらったんだけど、そう丸尾さんがね、写真撮ろうよって、一緒に写真撮ろうよって言ってくれたのがすごい嬉しかったですね。そう、私も撮ってもらいたいなと思ってたんだけど、そうまさかお師匠からそんなこと言ってくださるなんてと思って、なんかすごい説明のつかないなんか嬉しさがありましたね。そう載せたいなとも思ったんだけど、まだちょっとビジュアルがまだ解禁されていないので、はい、ね、丸尾さん今日までそうですね、大きさに変わりはないですね、相変わらずといったところでしょうか。やばいよ、だって新しい曲なんか 3,4 曲みたいな、で結末もほんの少しだけこう聞いたり、今回はこんな感じでみたいなのも少し聞けたんですけど、ちょっと不安ですねやってみないと分かんないからね、なんとも言えないけど、ちょっと触り聞いた感じちょっと不安です。私はTシャツもやんなきゃ。うん、聞けた聞けた、殲滅と、なんだっけ、冒涜じゃなくてなんだっけ、暴動だ暴動です。どっちがどっちとかちょっと分からないけど、まだ綾音可愛かったな、可愛かった、早く見通し、そんなちょっぴりあのなんかに載せられるような自分だけのちょっとした動画も撮ったりしました。きたー、毎日アイドル8日になったよえ、ちょっと待って、サイドポニーテール良くない、良くない、カメラ目線で聞いちゃうもん、良くない、でもこれ自分ではできないな、これ作るの大変、でもあんなにさたくさんあの枠を作って一日に何回も配信したりしてたからさ、あれまだ8日なんだみたいな感じになっちゃうで回数で言うとさ10とか20、毎日アイドル20とかにさなったりしてもいいじゃん、
あ、意外とまだ8日なんだって感じがする。うん、回数的に、うん、そうそうそう。ちょっとお味噌汁飲んでもいい？冷めちゃう。お腹すいたなと思ったんだけど、でもね、お味噌汁かなと思って吉野家のあさり汁を買ってきました。嬉しい嬉しい。あと片手しか使えなかったからね。おいしい。え、なんか今日アサリ汁2つ、あ、いつも2つ買うんだけど、私2つくださいって言ったら、なんか牛丼買わないと買えないぜって言われて、えっと思って、だから買った。明日食べようかな。そうだったっけ。あ、じゃあ砂入ってた。え、吉野家ってお味噌汁だけって単品で買えなかったっけ。なんで2つ。え、美味しいから2つ飲みたいじゃない。1つじゃ足りない。そう、でもなんか新しく入った、そう、外国の方が、そう、だから間違ったマニュアルを教えられてたのかなとか思ったり。え、わかんない、どっちなんだろう正解。うん、でもなんかそういうしきたりなら仕方なしと思って牛丼も買いました。普通だから OK。美味しい。毎度感動します。美味しい。どうしよう、お家にケーキいっぱいになっちゃった。鹿さんの撮影でもケーキいただいちゃった。えへへ。うん、へ、今日もドタバタしてたからあんまりご飯ゆっくり食べられる時間なくて、あと今日はポップコーン食べました。ポップコーンとポテト。野菜は朝食べてるから OK。 私との朝食べる。あ、今日砂率高い。でも消化してみせる。まさに劇場版か？ポップコーン？そう、波動のところの近くに映画館があったので、そこでポップコーン買いました。おいしい。なんでこんなに美味しいんだろう。うん、元気もりもりになりました。ごちそうさま。皆既月食見てない。あ、そうなんですか。今日全然見れなかったな。チーム B 席だったけど、リンちゃんにボール。もしかしてあなた、あの時のボールを入れたあの鶴ですか。本当に助かった、マジありがとう。
後ろつるはりんちゃん、あたし、そうそれあたしだって。もう生きてる間に見れない、あ、下宿、あらららららら、りんちゃん波動の戦い方うまい。私はあのせっかくあげてもらったスキルを使いこなせていませんでしたよ。これからあもう上達しちゃうから、もうだからちょっと次早く出してほしいね。避けるのはできない、私もう気持ちがもう前のめりになって、もう相手のコート入るギリギリまで行っちゃうタイプなんで。次の夕食2300、おーもうそれは無理だ。誰とだったらいいかな、コミさんとやってみたいな、一緒に。ボール渡せなかった、うん、A の席にいてくれた、ごめん、ほんと A 席のさ前の方とか全然時間足りなくって行けなかったんだけど、もうちょい時間あれば回りきれたね。ちょっといろんなところに自分のねファンの人がね、こう前からなんかお話し会とかいろんなところでちょここに潜んでるねみたいなこと聞いてたから、そう、それはそうちゃんと伝えてくれたからこそあのそう回収しなきゃと思って、もうそっちをまず優先して、そして意外とさそう把握してない、なんか初めましての人とかもさ私が通るときにさポロンポロンって入れてくれて、そうだからなきっと390まで行ったんだろうけど、もうそしたらもうそこで時間たもくっちゃって、そう、回りきれなかった。面白かった、でも最後のみんなの汗汗具合が入れる、お入れるぜ入れるぜみたいなあの瞬間本当に面白かった、波動最高やんめっちゃ良い。ねえ、もう一回やりたいよね本当やりたい。いや、そう、本当みんな立ち上がっちゃってたしね、もうもうありがてえ話ですよ本当に。盛り上げててさすがだって、あ、前の方にいてボンボンボンってやってるから、が、あんなにさ、何ひろゆっこさんテレ東の人、そう、めっちゃすごいずっと司会やってて、そう、え、こんなずっとやってるんだと思って、うん、意外だった。でも私もなんか最初のこの番組決まりましたよみたいな時のインタビューとかでこうちょっとだけこうインタビューされたりみたいなことされ、うん、してもらったけど、それ以降私がテレ東のあの番組全然出てないから、あ、こんな感じなんだって感じだった。そう、全然もう呼んでくださって
ってるみたいなんだけど、全然私が何かしら入ってて、一回がっつり一日私もロケとかね行きたいんですけどね、なかなかタイミングが合わないらしい。私もめっちゃロケ行きたい、羨ましい。なんかちょっと遠くのね方とか行ってなかなかないからな、最近だと。ゆゆとロケとか行って、それ私も熱望、いいね、行きたいですね。けどどこ行きたいですか？クリスマスシーズンじゃん、そういうとこ行きたい。山梨とか行きたいな。イルミネーションも、行きたいけど、少し遠くのところとかだったら山梨行きたい。近いって言われた。もっと遠く？北海道だじゃん。北海道。そうそうそう、なんか雑誌のコラボとかさ、そのロケじゃなくてそのロケ先でまた一つ最近仕事につながるみたいなこと言ってるじゃない、いいなーと思いながら。寒いところは任して、得意分野好き。ところで可愛いでしょかな、違う、またチェックの、チェック、チェックっていうのか、これ違う柄のベストを着てます。今日は これも本当にもうだいぶ前から持ってるので、いい感じにクタクタになってきましたね。それがいい、馴染んだ感じがいい。OL さんの仕事帰りをできる女、オフィスレディできそうっすか。いいね。下は黒のなんかふわーんって広がる感じのスカートを履いてます。今日トレンチコート、いやそうトレンチコートだからこんな椅子に座りながらやっちゃって、シワできるの確定。じゃあ脱いでやりたかったけど、でもねこの重なってる具合がめっちゃ可愛いのよ、止まない。これもまた一つ薄めのジャケット、春物なんだけど、でもこの重なってるのがおしゃれポイントなんですよ。それをちょっと見せたくて、はい、終わってるけどファッションのイベントに参加してたんで。いつまでやるのっていう。随分重ねてあります。一人だけずっとまだ配信バトルやってるみたいなテンションなんだけど、いやそう、改めましてにありがとうございます。ありがとうね、つい昨日までだったんで。あー今日もなんとかこの忙しい一日を無事に終えることができた。ちょっと遠目のところでそのビジュアル撮影やってて、トリッパンは今日一緒だったからもう移動中寝たよね、眠眠。いや本当にね今日のもう早く早く見せたいよ、オフショットをみんなに。その撮影も楽しかった。やっぱ生写真撮影だとさ、やっぱこうなーんとかさ、ねーんとかニューンニューンニューンみたいなことをやるけどさ、すごいスピードで、もう今日はやっぱりね
オーダーされるこうなんていうんだろう、ポーズとかさ表情とかさ普段と全く違うし、本当にそういうところみたいな、今日は倉庫みたいなところで撮ったんだけど、ね、そこで求められるこう表情とかが全く昨日やってたものと違かったから、それも面白かったですね。捨てられ顔とかやったよ今日。捨てられ顔捨てられたような顔をしてみたいな。この間も言われたけどな、観光客に撮られてるようなテンションでとか、なんか面白いよね。多分捨てられ顔を一番上手なのはあやねです。私一番下手くそ子犬のようなキュルンキュルン顔うーんって感じ。あやねがいっちゃん可愛いです。私いっちゃん下手くそ。きっと何かビジュアルだったりグッズとかあるのかしら、セレクトされたらなるほど、私は富豪顔、なるほどねつって富豪顔そうすると話が違ってきちゃうんですよまた。あ、女王の風格、なるほどね、トップね、こうやってね、こうやってこうやっちゃったりして、こうやっちゃったりグレスなんか持っちゃったりしてあ、玉座に座ってる顔、あ、得意得意、よくやってた。もうね、いつだってできちゃうから任せてよ。生徒会長だからいつの話って、ね、あーやっぱ髪が長くなっちゃったからお風呂入るのがちょっと、あーお風呂かーってなっちゃうね。今までより倍時間かかりますからね、めんどっち。手入れも本当にもうたくさん時間をかけて、なじゃん明日はもうゆっくり、ゆっくりって言ってもちょっとお部屋をねもう散らかってたりすごいことになってるので、それをやったりとか、まあでもお仕事的には一つ本当にもう1時間もしない、そんなお仕事をすれば明日もうほぼほぼだからお休みだよね、実質もあるといえど。だから1日こう寝られるぜっていうやつではないけど、でも比較的そうほぼほぼもうオフなので、でその後人と約束をしていてご飯を食べるから、みー楽しみ。もちろんそう T シャツもそのうちに入ってて、 T シャツも進めていきます。うんそうね、だからこう体を激しくみたいな感じの時間に追われるようなこともないので、 それを考えたらもうとても心は穏やかに過ごす。みんな今日は波動ありがとうございました。そして2回目の改めましてだけどビスもありがとうございました。
っかくなので、このランキングも読んでおさらばしたいと思います。13位 HR33、 12位ハナ、11位はジョディソンくん、自信ない、いつも合ってるのかなと思っちゃう。10位が岡崎さん、9位がキムテツさん、8位がまいちゃん、7位がおこじょう、6位がジリーちゃん、5位が東京のスワンさん、4位がコリンくん、3位がナッキー、2位がジージーで、1位がラリザくんです。ありがとう。はい、ではでは、今日もありがとうございました。みんなおやすみなさい明日もできるんじゃないかな、うんおもろ楽しかったねじゃあね、またね、おやすみなさい、バイリーん。